ワルシャワ公国第五不評連帯ワルシャワ公国軍では、19世紀初頭に存在したワルシャワ公国の軍隊について述べる。この軍隊は、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期に、フランスで設立された3万人のポーランド軍団を基礎としており、最盛期には10万人近くを数え、不評と強力な騎兵、それを支援する砲兵で構成されていた。 ナポレオン・ボナパルトの軍政改革がワルシャワ公国にも適用され若干の文化的社会的緊張を生んだものの概ねこれはポーランド人の軍隊の近代化に寄与する改革と言えた。ワルシャワ公国軍の基盤はフランス帝国のポーランド軍団であった。またユゼフ・ポーニアトフスキの呼びかけによりかつてのポーランド・リトアニア共和国軍に所属していた老兵や、 愛国的な若者も集った。1808年、最初の危機を乗り越えたワルシャー公国は、除隊を望む兵の除隊を認めた。しかし1809年及び1812年、かつて、ポーランド分割に関わった国々と戦うことになった際には、大規模な召集が行われ、未だ敵国の領内にいた、ポーランド人も多くが、祖国の完全な復活を夢見て、 ワルシャワ公国軍に合流した。ナポレオンがロシア戦役に敗れた1813年秋から冬にかけ自衛を迫られたワルシャワ公国は最後の大規模徴兵をかけた。1808年ソモシエラの戦いで突撃する皇帝子の得体のシェボーレジ部隊。ヤヌアルイス・ホドルスキが1860年ワルシャワ公国軍の兵力は 創設時点で3万人だった。この軍の規模は国家規模の割にあまりに巨大で経済的負担も大きかった。しかもこの後何度も拡張され、1809年の時点で兵力は2倍になった。いくつかの連帯の維持費はフランスが肩代わりしていた。1812年のロシア戦役の際にはワルシャワ公国は10万人近くの軍勢を出した。 ポーランドリトアニア共和国時代でもこれほどまで軍隊の規模が膨れ上がったことはなかった。しかしこの戦争でワルシャワ公国軍は壊滅的打撃を受け戦後の1813年や秋に再編された時には総兵力2万人もしくは4万人となっていた。ワルシャワ公国の短い歴史の中で延べ18万人から20万人が ワルシャワ公国軍に参加したと推定されている。ワルシャワ公国のウーランナポレオン戦争中には、ワルシャワ公国軍の他にも、フランス軍の一部として戦った、ポーランド人部隊が存在した。その中でもビスワ軍団が著名である。また1809年や1811年には、臨時に国民衛兵も追加招集された。ワルシャワ公国軍の著名な指揮官としては、 ほとんどの機関に司令官を務めたユゼフ・ポニャートフスキや、ポーランド軍団の創設者で、ワルシャワ公国軍にも加わったヤン・ヘンリク・ドンブロフスキ、ラガイル。ビスワ軍団の、ポーランド風評ワルシャワ公国陸軍大臣の委員、ワルシャワ公国軍の編成は、以下の通りである。1813年、数個の暗ク,ク式兵部隊の創設が検討された。実際に創設されたのは一個連隊であった。 第17、ウーラン連帯の順庄と、大佐アルシャワ広告軍は、民主的なフランス軍の要素と、伝統的、貴族的なポーランドの要素が出会う場となった。保守派は、将校の地位を貴族に限定しようとした。しかし革命を経たフランス軍の制度や農民兵の流入により、ワルシャワ広告軍は、かつてのポーランド・リトアニア共和国軍より、民主的なものになった。 意図したものではないが、ここからワルシャワ公国に先進的なものが広まっていったのはワルシャワ公国軍の功績の一つである。また、公国軍はフランスの近代的な軍機や戦術を授容し、さらに強力なものになった。総じて、ワルシャワ公国の時代は、ポーランド軍の近代化が達成された時期と言える。この時代、ポーランドの軍学者、 イグナチプラズインスキにより、新たなドクトリンがまとめられた。従軍義務期間は6年間で、21歳から28歳までの市民がランダムに徴兵を受けることになっていた。また、軍務のために3年間の初等教育学校と1年間の砲兵・公兵専門学校が設立され、ワルシャワ広告軍のシステムを支えた。こうした改革の結果、 ワルシャワ公国軍はフランスから見ても、式、質ともに高水準の軍隊となった。1807年のワルシャワ公国成立に伴い、設立されて以降、ワルシャワ公国軍はナポレオン及びフランスに味方して、第四次大仏大同盟戦争、半島戦争、第五次大仏大同盟戦争、第六次大仏大同盟戦争いった数々の戦争に参加した。 1812年のロシア戦役では、ワルシャワ公国軍は丸ごと、フランス大陸軍の第5軍団を形成した。この遠征は、フランスの大敗に終わり、第5軍団は、兵数の7割以上を失う壊滅的打撃を受けた。さらに、翌1813年のライプツヒの戦いでも、この軍は、ユゼフ・ポニャトフスキをはじめ膨大な戦死者を出した。 ワルシャワ公国軍第四不評連隊1813年のナポレオンの敗北後、ワルシャワ公国は敵国に占領され崩壊した。一部の要塞守備隊はとどまって抵抗を続けたが、ワルシャワ公国軍の大部分は同年のうちにナポレオンに従い、フランスへ撤退した。ユゼフ・ポニャトフスキナキアとのワルシャワ公国軍が再編されることはなかった。 1814年の時点で8000人のポーランド人部隊がフランス領内に留まっていたが、彼らはフランス軍に編入され、それもナポレオンの降伏により解体された。フォンテーヌブロー条約が結ばれた後、ポーランド兵のほとんどはロシア軍に引き渡された。ありがとうございます。